やばい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 、iPhone13 発表される。こんにちは、アップル信者であり元男の子の青木香音です。ちなみに今この手はハートマークではなくリンゴです。皆さんどうします？ iPhone13 13発売ですよ。そろそろ私が今日何をしたいかというと、シャキーン、ソフトバンクショップ秋葉原店の店員であり、今までアップル製品に使った金額200万円以上、ステンレスは傷つくほど美しいというスティーブ・ジョブズ様の名言が大好き。そしてiPhone 12 Pro Max をお題買ってしまうほどの iPhone 信者です。なので今日はですね、このアップル大好き人間青木が iPhone13 のリーク情報をお伝えしていきます。もう発表すぐですからね。現地時間9月14日だから、夜中ですよね、日本だと。もうすぐですからね。もちろんこの iPhone12 シリーズも良かったんですけども、13シリーズいろいろと進化してるという噂なので、アップル信者だったらみんな大好きミンチーコーさんのリーク情報をもとに、今からですね13に加わる新しい機能やカラーバリエーションなどの情報をお伝えしていきます。ミンチーコーさんすごいんですよ。今までね、いろんな iPhone のリーク情報でバシッとこう当ててきたの。多分ね、あれなんですよね、アップルの中の人とかなんじゃないんですか。よくさ、アップルの工場から情報漏れたりとかしてるけど、あれアップルの戦略でしょ。一応アップルは建前上、いやアップルは内部情報を外部に漏らせないということが主義ですので、そういったリーク情報などは一切ありませんみたいですけど、本当ですか？あ、でもね、確かに私もソフトバンクショップで働くときに、一切事前情報、スタッフでさえ知らなかったんですよね。アップルストアで働いてる友達も同じこと言ってたんで、噂は噂程度に聞いておきたいんですけども、ミンチーコーさんのリーク情報はかなり信憑性が高いっていうことなんで、早速話していく前に、おい青木、お前アンドロイドのギャラクシーのレビュー出しといて iPhone に魂売る気か。サムスン教、サムスン教 S ギャラクシー S21 プラス、そして今カメラでギャラクシー S21 ウルトラ。そうです、カメラは iPhone よりいいんです。 iPhone より色味が好きなんです。ではですね、今から私は事前にこちらにまとめてますので、これを読みながら進化をですね語っていこうかなと思いますよ。結構ね、嬉しい噂もたくさんあります。12シリーズ、この iPhone12 シリーズの時よりも、私はなんかうわワクワクするなみたいな、ワクワクすっぞ俺みたいな、そういった感じが見受けられますので、早速話していきます。まずですね、ノッチ M 字ハゲですよ。この M 字ハゲがちっちゃくなるという噂ですね。リーク画像載せておきますけども、どうでしょうか。結構ちっちゃいよね。たださ、なんか今ってこのノッチ、これがあってこそiPhone だよねみたいな。だって今あれでしょ、高校生とかで Android 使ってたらいじめられちゃうみたいな。それ本当かわかんないけども、こっちしか勝たんじゃないの、わかんないけど、私の高校生、女子高生 JK のいとこはなんか言ってたんだよね。お母さんが Android から変えてくれないんですよねってすごい愚痴混じりで言ってたから、やっぱ iPhone って特に高校生人気ですよね。なのでまず1つ目の噂はノッチが小さくなる。お次はですね、カラー張りですよ。これ今私が持ってるのがこちらゴールドですね。ゴールドめっちゃかっこいいですよね。この感じね。この鏡面仕上げ、これがフラットになったことで、ピカピカって感じがより11プロシリーズから進化したんですよ。13シリーズはじゃあどう変わっていくのかってことなんですけども、カラバリがですね、マットブラック、おおマットいったかみたいな。 iPhone7 以来、あれですよね、マットブラック。あの時確かにマットブラック出てましたよね。で次がシルバー、そしてローズゴールド。これさ、私すごい嬉しい。いつだっけな、最後 iPhone7 が最後だったんじゃないっけ。今画像出てると思うんですけど、 iPhone7 がローズゴールド最後だったと思う。それ以降は普通のゴールドで、iPhone8 の時も今画像出てると思うんですけども、ちょっとミルキーっぽい色のゴールドだったんですよね。これで iPhone12 シリーズ、プロに限るんですけども、ギラギラのゴールドみたいな。個人的にはローズゴールドすごい嬉しいですね。このゴールドカラーに置き換わった感じでサンセットゴールド。本当かなこれ。ちょっとオレンジがかってる色なんですね。サンセットゴールドもいいけど、私的にはローズゴールドがいいかな。最高じゃないローズゴールド。これが出たらもう即買いですよ。そしてお次がですね、画面内指紋認証。ちょっとそれはめちゃくちゃ嬉しいんじゃないの？確かにね、今ねマスクしててもあれなんですよ、フェイス ID で画面ロック解除できるんですよ。こうやってApple Watch使ってればこの連携してマスクした状態でもロック解除できるようになったから、あ、これはめっちゃ便利だなって思ったんですけども、Galaxyはありますよね。これありますよね。おっとー、画面内指紋認証ができてしまうんですね。これがさ、できたらいいよね。でもどうなんだろう。今回このApple Watchアップデートで Face ID をマスクした状態でもできるってなったけど、個人的な予想ですけど、このApple Watch売りたいから、今このマスクのご時世でこうなってるっていうところにこの連携機能をつけたんじゃないのかなって思ってるんですけど、画面内指紋認証搭載したらさ、Apple Watch売れなくなっちゃうんじゃないですかね。だって今街中歩いてる人さ、すごいApple Watchつけてません？前まではApple Watchの印象って本当めちゃくちゃ個人的なイメージですけど、結構そのガジェットマニアとかApple信者とか、本当その機械好きの人がApple Watchつけてるイメージだったんですよ。だからやっぱその Face ID とApple Watchの連携のアップデート以降からじゃない、Apple Watchもういろんな人がつけるようになったのもう万人にこう受けられ始めたのが。そしてですね、お次の進化、これは個人的に本当にあってほしい、実現してほしい。それがですね、画面のリフレッシュレートが 120Hz。 120Hz ってどういうことかっていうと、 iPhone はですね、確か iPhone は1秒間に60コマだから、こんな感じの滑らかさなんですよ。リフレッシュレートというのはパラパラ漫画をイメージしてみてください。1秒間にこの画面の切り替えを60回 iPhone は行ってるんですよね。だからこんな感じ、滑らかさで、逆にこの Galaxy は 120Hz だから、リーク情報によると iPhone 13シリーズはこの Galaxy の滑らかさになるってことですよ。ほら、全然滑らかさ違いますよね。でこの滑らかさに慣れちゃうと、 Galaxy を使い終わった後に iPhone を使うとするじゃないですか。ちょっとね、やっぱりあーみたいな、あーかくつくまではいかないけども、でも違い感じますよ。でお次がバッテリー容量が上がるっていうことなんですけども、これでも十分ですけどね。これでもこれ分かった。 120Hz に対応するってことは、滑らかになる代わりに結構電池消耗激しくなるんですよ。ギャラクシーもそうなんで。だからそういうことだよね。多分容量上がっても 120Hz になってるから、多分そんな変わんないと思う。 120Hz 対応させるために容量上がるみたい。でも 120Hz だから 60Hz よりも電池消費激しいから増えた分プラマイゼロ感じですかね。だってさ、私これ使ってんですよ、アップルの純正のマグセーフ。あ、充電しなかった。充電しなかった。これアップル純正のマグセーフモバイルバッテリーパックみたいな、これ使わないと不安。これ使ってれば2日間ぐらい持つんですけどね。なんか気持ちいいんですよ、カチッて音がね、鳴るの。おー、そしてカメラの噂ですね。メインカメラのセンサーがでかくなる。普通の通常カメラとかですよね、望遠とか超広角じゃなくて。センサーがでかくなるってことは、 iPhone のよくあるその暗いところで撮影しても画質が落ちにくくなるっていうことで解釈していいのかな。あ、それが超広角カメラにも備わると。それめちゃくちゃいいじゃん。超広角カメラにするとさ、一気に画質落ちるんですよ。なんかもううわーっていう感じで広がるけども、画質がいきなりザラザラになって、ガラケーじゃないんだからなんでこんな画質悪いの、それがなくなるのはいいですね。 GoPro とかだってさ、超広角カメラでも画質いいじゃん。あとはセンサーシフト式の手ブレ補正つくことで、手ブレ補正がもっと強くなるということですね。それもいいですね。 iPhone って何がすごいかっていうと、私は画質なんかよりも別にディスってないですよ。画質はもう間違いなく Galaxy と思い込んでるんですけども、手ブレ補正はやっぱり iPhone が優秀、めちゃくちゃ優秀。手ブレ補正は iPhone が優秀です。どっちもいいんですよ。そして次がプロシリーズの完全にワイヤレス化。それはどういうことだ。プロシリーズのみってことは iPhone 13 Pro のみ。これ本当ですかね。あれなんですよね、ミンチーコーさんって全部リーク情報が当たるわけではないんで、毎年。でもこれはどうなんだろう、ミンチーコーさんって全部のリーク情報当ててるんだっけ。プロシリーズのみだったらかもしれないけど、要はあれでしょ、このお尻の部分のこのライトニングケーブルもなくなるってことですよね。今ってあれか、マグセーフでの充電がすごいプッシュされてますもんね、こんな感じで。ね、なんで私はここまでんってなってるかっていうと、これなんですよ。だってさ、これライトニング、しかもねこれあれですからね、つい最近発売されたじゃないですか。これって多分なんですけども iPhone 13にもこれ対応してるっていうか、 iPhone 13を見据えてこれ販売してると思うんですよね。だってこの iPhone 12シリーズが発売されてからもう1年ぐらい経った段階でこれが販売されてるってことだから、多分なくならないんじゃないかな。いや、むしろなくなってほしいっていうか、タイプ C にしてくれよって。だってもう他のさ、 Android わかります、タイプ C にしてんですよみんな。なんかもういろんな電子機器今タイプ C、 iPad だってタイプ C でしょ、あとは MacBook だってそうでしょ、あと iPhone だけタイプ C じゃないんだ。そこですよね、世の中の闇は。まあ私は別になくてもいいかなと。ただ YouTube 的にその YouTube の仕事をやってる側の、これは完全に主観になっちゃうんですけども、外部マイクがつけられなくなっちゃうみたいな。例えばこれとか、だってこれさケーブル必要なんですよ。音質いい動画撮りたいじゃん、だからタイプ C お願いしますということですね。ということでいろいろ言いましたけども、皆さんは何を買いますか？ iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max。 この青木はですね、空張りとともに、発表していきます。iPhone 13 Pro Max のローズゴールド512GB、それを買います。きなー、もし私と同じモデルを買う人がいたら争奪戦でライバルですね。負けねえぜ。ラジオ一気に5台とか買わないから。いやーでも楽しみですね。願わくば、これはもう本当にあくまで私個人的な願わくばなんですけども、こういうさ、アップルのイヤホンとかあるじゃないですか、モバイルイヤホン、ワイヤレスイヤホン。それをさ、ギャラクシーとかでいうとこうやってデリバリーパワーシェアといって逆充電できるんですよ。これがワイヤレス充電台になる。だから、あ、やばい、外でイヤホン使って電池がなくなってきたな、よーしギャラクシーの上に乗せて充電するかーってできるわけですよ。これを iPhone でもワイヤレスパワーシェアだっけ、搭載してほしいですね。はい、ということでですね、今回はミンチークオさんのリーク情報をもとに、私の個人的な要望を交えつつ、皆さんにですね、次の次期 iPhone 13のリーク情報をお届けしました。多分私も当日の発表イベント見ると思うんで、ああ、青木、あん時こう言ってたけど、間違ってんじゃねえかよとかあったらぜひコメントください。一緒に盛り上がっていきましょう。多分その発表から数日後に予約開始して、多分9月の中旬から9月末ぐらいに発売なのかな。だからその頃には手に入ってるかもしれない。楽しみ！はい、ということで今回の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、TikTok もありますので、そちらの画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。